日テレ、24時間テレビからスノーマンが外れて何は男子に決まった納得の理由。今年の日本テレビ系、24時間テレビ46、8月26から27日放送のメインパーソナリティを、ジャニーズのアイドルグループ、何は男子が務めることに決まり、ファンが今も座はついている。何は男子といえば、2021年11月に、初心ラブで CD デビューし、 その翌年にに NHK 紅白歌合戦に初出場したデビュー組の中では平均年齢23歳と最も若いながらも人気も花も実力もあるグループ。しかしこれまで24時間テレビのパーソナリティを務めてきた先輩グループはいずれも日テレでレギュラー番組を持つなどの接点があった上での抜擢が多かったためネットでは分かりやすいよね。 ジュリーさんのお気に入りがなに男子だからね、日テレと良い関係を築いていたキンプリがなくなるから、その後がまとしてなに男子を入れたいという事務所の魂胆が見え見えすぎると、日テレでの看番組や接点などがまだ少なく、告知で先輩の番組にたまに出演するくらいだったなに男子のパーソナリティ抜的に。